先日こんなマシュマロが届きました。配信いつも楽しみにさせてもらっています。初見の時からムイカさんの声をどこかで聞いたことあるなぁと感じていたのですが、声優の小桜悦子さんの声質に似ているんだと思いました。今まで誰かに似てるなんて言われたことがなかったので、すごくテンション上がりました。どうもありがとう。ということで、僕の声が本当に小桜悦子さんの声に似ているのかどうか検証してみたいと思います。うひょひょー、とうとう勝ちまったぜ。憧れの特製グレート親指チョコ、長かったな。コツコツとお小遣いを貯めて。うひょひょー、とうとう勝ちまったぜ。憧れの特製グレート親指チョコ、長かったな。コツコツとお小遣いを貯めて。いかがでしょうか。よかったら皆さんの感想もコメントで教えてくれると嬉しいです。それではまた。